マシマシチンパンジーということでね、やってまいりましたけども、マシマシとはですね、ある業界では何かを加えたり足したりするときにね、使われている単語のようです。今日のマシマシはこちら。朝の餌のリズムマシマシということでね、朝、チンパンジーを運動場に出す際に、使う餌、種類であったりね、切り方、置き方なんかを変えてね、あとはチンパンジーの動かすルートなんかを変えてね、気持ちを動かしていこうというシリーズの一つ。今日は91番目ですね。地下1階に降りてきてもらった、最近地下1階多いですね。これ地下1階降りてきてもらった屋上から細かめを巻く。これ今結構落ち葉が全体に敷き詰められましたのでね、細かめを巻くっていうのを結構探す時間が、結構かかるのもあり、まあ落ち葉敷いてオスメスがね、ちょっと、結構近くでゆっくり探すっていうのもあるんでね、最近結構細かめっていうのを使ってますけどね。それで、91パターン目です。ご覧ください。どうぞ。餌は分かりやすくですね、まあ左側が、いつも通り、格子から通りやすいようにね、地下で手渡しをする、バナナ、オレンジ、トマト、リンゴなんかですね。それ右側が細かく切ったもので、リンゴ、オレンジ、キウイなんかを、全体的にまあこうということですね。オッケー、むちゃスムーズだね。ナイス。おはようさん。地下の、ね、手渡しを渡ってこれ上から巻いた後ですね、ご抱っこさんがいたりとかですね、カラン声がいたりとか、さらに近くで力がいたりとかですね、やっぱりこの落ち葉を引いた後の方がですね、まあ、オスメスみんな関係なく、近くでゆっくりと探せるなっていう距離感が、近くなってる感じがしますね、はい、こちらはアッコさんで、これは、滝の方ですね。滝の方はこれ、チャーリーとさっきチラッと映ったので消していたのは竜でしょうね、はい、こうやって、今力、こちらが竜ですね、はい、全体的にも細かく本当に全体に巻いたんでね、それゆっくりまあ探しながら、まあ、たまにはね、丸ごとあげる日もあれば、こうやって細かいのをゆっくり探すっていう時間もねいいですね。はい、こうやってまあ細かいっていうことで、ちょっとインパクト自体はそんなにないですけど、まあ、ゆっくり、みんなで探すというところではね、まあ、こういう日もあってもいいでしょうし、まあ、でっかい丸ごとのやつをね、インパクトの強い餌をガッというみんなでね、取りに行くっていうのがあってもいいかなと、まあ、いろんな人火入れてね、全体的にバリエーションを増やしていければなと思う日の、細かめの一日ですね、はい、あっこさんもゆっくりと、これはサトウキビでしょうかね、ごぼうでしょうかね、いいですね。どうだったでしょうかね、もうだいぶ地下に降りるのもですね、かなりスムーズになってきましたし、苦手なルートで続けてたという時もありましたんでね、
さらに上から細かめを巻くっていうのもね、なかなかゆっくりとみんながね、探す時間っていう風で朝の餌のね、時間っていう風になりますね。まあこういう日もねたまにはいいかなとも思いますね。はい、引き続きもいろんなね、バリエーションを、入れながら、気持ちの動く朝の餌のやり方を考えていければなと思います。マシマシは続きます。今日はこの辺りでさよなら。